それでは、国語総合、評論文しろの最終段落の解説を行います。しかしながらという逆説から始まりますが、無限の更新を続ける情報には、聖書や仕上がるというような価値観や美意識が存在しないと続きます。主語は、無限の更新を続ける情報、 とありますので、前の段落のネット上の常に更新され続ける情報のことを指してるわけですね。このネット上の情報は、無限の更新をし続けるわけですから、仕上がる、完成するという価値観はないわけですね。そのことを、情報は常に途上であり、終わりがないと言い換えています。 一方と、これは対比を表す言葉ですが、紙の上に乗るということということで、ネット上の情報に対して、最初の方の段落、白い紙の上に書くということを対比させていますね。これは、黒いインクなり、墨なりを付着させるというですから、これは言い換えです。 後戻りできない状況へ乗り出し、完結した情報を成就させる仕上げへの跳躍を意味すると言っています。ネット上の情報が常に更新され続けるため、え常に途上であり終わりがない、仕上げがないのに対して、紙の上に書かれる文字というのは後戻りができない状況へ乗り出すわけですので、完結というものがあるわけですね。 仕上げというのがあるわけです。跳躍という言葉にはちょっと注目をしておきたいと思います。これは評論文で時々出てくる言葉ですが、連続してないものへ飛躍してつながることを跳躍と言います。ちょうどマリオがこの谷間を飛び越えるように、その前とその後は連続してないわけですね。ここで言うと、 白い紙に書かれる前と書かれた後は連続がないわけです。飛び越えたらもう後には戻れないということを言ってるわけです。ここでも言ってますね。ということで、この段落は最初この対比関係を述べるところから始まります。さあ。 紙の上に書くということは後戻りができない作業だというのはこれまでも見てきましたが、不可逆性、遡れないということですね。を伴うために、伴うがゆえに、達成には感動が生まれると、ここでは新しい内容が足されています。言い換えると、切り口の鮮やかさが発現すると言っています。永遠に完成というものがない情報は、 常に仕上がることがないために、そこには感動というものが生まれようがない。しかし、紙の上に書くということは、一旦そこで連続が断ち切られて、完結が行われるわけですね。ですので、そこには感動が生まれる。鮮やかさがそこには露,露呈すると言っているわけです。さて、その営みは書や絵画、詩ー 音楽演奏、舞踊、武道のようなものに顕著に現れていると、ちょっとここで、えー、戸惑った人も多いのではないでしょうか。全く違った主語につながっていますね。これは、その前の部分で違う話で言っている論理、ロジックが、全く別の内容と関係している、同じロジックがここに成り立つということで、類比的な例が挙げられていると、 言いますこの白い紙の上に書くことで感動が生まれるということを同じロジックで書道とか絵画舞踊とか武道などで同じ理屈をここで述べようとしているわけですね。さてこれらの芸事においては手の誤り身体のブレ鍛錬の未熟さを彫刻し 失敗への危険に臆することなく潔く発せられる表現の強さが感動の根源となると言っています。えー、ここにも出てきた感動ですね。本番という時間は真っ白な紙と同様の意味をなす。さあ、ちょっとここがついてきにくかった人もいると思いますので、まとめて説明したいと思います。 ここまではもうよろしいのではないでしょうか。ここからですね。さあ、この白い紙は後戻りできないがゆえに仕上げへの跳躍が生まれ感動を生むという論理でした。同じようにこれらの芸事は自分の未熟さや失敗への恐れを乗り越えて聴衆や慣習の前に臨む本番というものがあるわけですね。あくまで 本番と練習は非連続なわけです。皆さんも部活動や芸事の大会、発表会などで経験があるのではないでしょうか。いくら練習しても未熟さというのは残るわけですし、それからどれだけ練習しても本番というものは失敗が起こり得る。だからそれが怖いわけですね。しかし、聴衆や慣習の前に立つとき、その 自分の未熟さとか失敗への恐れをぐっとこらえてその場に臨まなければならない。それは練習とは全く違う本番というものがあるわけです。ちょうど白い紙に文字を書くときに仕上げというものがそれまでの遂行とは非、えー、連続してあるように芸事にも本番というものがある。だからこそそこには感動が生まれるわけです。 中学生の時の中相対とか、高校生の高校相対というのは、それまでの練習試合とは意味が違います。やり直しが効かない。その時限りの一発勝負であるからこそそこに感動が生まれるというわけですね。そして、そのことをまさにタブララサと言っています。これは中学生の時、もしくは高校の現代社会などで、 ジョン・ロックという人のことを勉強したのではないでしょうか。人間の精神は真っ白な紙である。そこに生きていきながらいろんな経験が書き込まれるということをジョン・ロックは言っていますが、その時に使っている言葉が、精神白紙説。人間の精神、心は白紙である。タブララサという言葉です。ついでに知っておくといいでしょう。さあ、最後の形式段落です。 ここでは、これまで見てきた論理を、類比的、比喩的な逸話を挙げて補強しているという部分です。ここでは、つれずれ草の中にある、弓矢の初級者に向けた忠告としての逸話、えー、諸矢を束さみて的に向かうことを諌める話が登場します。優しく言い換えると、 標的に向かうときに2本目の矢を持って弓を構えてはいけないという話ですね。どうして2本の矢を持って的に向かってはならないのかそれは2本目の矢への無意識の依存が1本目の矢への切実な集中を鈍らせるからだというわけですね。そしてこの矢を1本だけ持って的に向かう集中、この中に白がある。 と言っています非常に象徴的な表現ですのでちょっとここがわかりにくかった人もいるのではないでしょうか同じくここでまとめてみたいと思いますつれずれ草ではえ二本目の矢を持って的に向かうとそれに無意識に頼る気持ちが生じるから目の前のこの一本への集中を鈍らせるから二本目を持って的に向かってはならないと言っていますですので 矢を一本だけ持って的に向かう集中。これが大事だというわけです。つまり、外したら後がない。この一本に全てをかけるということから本当の集中が生まれるわけですね。さあ、これがこの文章の中でずっと見てきた白ということを非常に象徴的には表現しているというわけですね。白とは不可逆なもの。一度手を入れたら、手を加えたら、 後戻りできないことの象徴でした。だからこそそこに感動や美、強さ、鮮やかさが生まれるというわけです。この文章の作者は原賢也さんという人で、えー、デザイナーですね。デザイナーが人の心を打つ、感動させる、あるいは強さや鮮やかさを持った作品を作れるのはどうしてか。何度も何度もやり直しが効くことではなく、 一度そこに作り始めたらもう後戻りはできないのだという集中、覚悟、それこそが人の心を打つ美しさや強さにつながるのだということをこの白という色に込めて表現をしているわけですね。これまで白という色、単純にホワイトとしてしか考えてこなかったと思いますが、このデザイナーである原さんは そういう象徴的な意味をこの白という色の中に感じているという文章だったわけです。以上で解説を終わります。